セガ社員食堂リポート。はい、こちらですね、コーナー名にもある通りセガの社員食堂に登場する季節のイベントやタイトルの周年など、うん、こちらに応じた限定メニューの、ね、制作工程をご紹介していこうというコーナーになります。これまでにいくつかご紹介させていただきました社員食堂の期間限定メニューですが、今回はペルソナ5に登場する、はい、こちらモルガナをモチーフにしたモルガナパンを紹介させていただきたいと思います。すごい再現度すごいですね、これね。パンって、ちょっと一瞬だけね、料理研究家に戻っていただいて。そうですね、一瞬だけ。パンってやっぱ作るの大変ですか？まあ、パンはね、めちゃくちゃ大変ですね。なんだ、まあ、生地練って、あとこれは着色もしてますからね。あ、そっか、はい、そもそも生地がね、うん、っていうか、手作りなんだっていう。あ、そっか、手作業なんだっていう感じですね。これは手作業なんですか？これはすごい大変だと思いますけど。いや、そうだよ、だってセガのね、社員だってそんな10人とか20人って規模じゃないんだからさ。そうですよね。みんな食べたいって言ったらこれを量産するんでしょ。これ量産するのはかなり大変だと思いますけど。すごい、あ、焼いて丸くなった、ちょっとオーブンで焼いて。これチョコペンもね、こう湯煎で溶かしながら やったりするんで。あ、そうなんだ。そう、これはね大変です。これってこれ大丈夫ですか、これ量産するの。すげえ、さっきのパフェとかだったら分かりますけど、うんうん、これは大変ですよ。めちゃくちゃ精度が高いですね。精度高い。精度高いですよ。こういう時ってどこから食べるかめちゃめちゃ迷いませんか？確かに。あ、確かに。耳とかよくついてる。ん、あ、うまじゃあ私はまずチュッシュを、うん、あ、いただきます。見てなかったらツッコミはできなかったよ。チョコ、チョコパンだ、うん、はい、ということで今回はモルガナパン試食させていただきました。社員食堂の方々どうもありがとうございました。ありがとうございました。